はですね、一周回っていく中で唯一の上り坂です。でこの右側がですね、漁船の停留場所になっても係留地ですね、たくさん船が止まっています。でこの上はですね、モノレールが走っています。この左側の前面がですね、浄水場になってます。ここで坂終わりですね。やっと坂を登りきまし切りました。もうじき、私の住んでるマンションはここの前にありますけれども、もうじきマンションの敷地内に入っていきます。ここは毎晩の散歩コースですね。夕食を外で取らないときはここを毎晩ぐさいとですね散歩しています。今信号青ですけど渡れますかね。渡れそうですね。ある程度は無理ですけど、スピードですと大丈夫です。3倍歩くより速いんで、敷地内に入ってきました。これで敷地内ですね。結構快適に滑ってきましたけど、ちょっとスピードを落とします。これでいよいよ、多分これで、今日は終わりだと思うんですけど、この角曲がってですね、調子よく気持ちよく滑ってきました。まあ、今週はちょっと予定がですね、毎日の予定がちょっと明日の夜ぐらいしか、水曜、火曜の夜ですね、あと運動塾、その後なんか人にお会いし、人に会ったり昼間会ったりするのがあると思いますね。で面接が1件入ってたような気もしますけど、ちょっと定かではないと思います。月曜日は松井さんが来て、それとあと木曜日は面接が1個入っていたか、まだ他に何かアポが入っていたような気がしますけど、大した予定は今週はないと思います。まあ火曜日はね、元アクセンチャーの中と会うので、それが楽しみですね。